写真拡大。不死三代の挑戦は大乱炎とはならなかった。ディープボンドは前哨戦を制した勢いのまま、海外の競合に果敢に挑んだが、勝利をつかむことはできなかった。フォアショーでは逃げて99年エルコンドルパサー、12アンド13年オルフェーブルに続く日本調教馬3頭目となる歴史的部位。しかし、本番では後方11番手。直線に向けて仕掛けたものの、息切れして14着に終わった。バルザローナは、行きたがるところがあると聞いていたが、思うようなポジションが取れなかったと残念があった。大久保氏は、故障したかと思ったが、上がり運動を見ても足も心臓も大丈夫。馬が疲れてしまった、と語った。レース展開について、スタートしてすぐにグリップの効かない走りになった。一番悪いところを通過されたが、あそこを通らざるを得なかった。四角で少し頑張ってくれたが、ロンシャンの洗礼を受けた感じと冷静に分析。今後について、木曜に帰国の途につき、ミキで検疫を受け、大山ヒルズに放牧。次走は馬の体調を見て決めることになると。